マイハルリのトゥーザネイチャー。皆さんこんばんは。夜10時を回りまして、自然環境教育番組トゥーザネイチャー始まりました。ナビゲーターは環境教育インストラクターのマイハルリです。今夜も皆さんと楽しく放送してまいりましょう。さて今夜はどんなゲストさんでしょうか。早速ですがどうぞ。はい、今日も素敵なゲストさんと電話がつながっております。横浜 LCA 環境教育研究会理事長の平山芳恵さんです。平山さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、平山です。よろしくお願いいたします。LCA というのを皆さんご存知でしょうか。平山さんからちょっとね、簡単に LCA についてご説明していただきましょう。平山さん、お願いいたします。 LCA って何でしょう。はい、日本で LCA と言っている用語はライフサイクルアセスメントと言いまして、ね、環境影響評価ですね、評価の手法です、環境影響評価っていうのは環境にどれだけ影響を与えてるかっていうのを定量的に示すっていう、そういう方法なんですけれども、簡単に言うと、今地球温暖化が非常に問題になっているので、こういう製品を使うとどれだけ CO2 を排出するかっていうような、そういうようなあの、計算をして、ある製品と他の同じような製品を比べて、どっちが、地球温暖化にとって悪いでしょうかっていうようなことを評価するための方法なんですね。例えばそのものを作るときに、原料を取るときに CO2 がどのぐらい必要かとか、材料を運搬するのにどのぐらい必要で、ものを作るときにまた CO2 が発生して、それを使用するときにまた CO2 を発生して、廃棄する段階で CO2 を発生する、まあ、トータルで CO2 どのぐらい発生するのっていうような、そういう環境負荷、CO2 だけ、他にもあれですかね、その環境負荷どのぐらいかかるの、はい、そう、その通りです。あの今おっしゃる通り、物の一生でどれだけの環境負荷が出るかということを、その原料から廃棄まで、いろいろな経路を経て物が一生を終えるまでの環境負荷を、地球温暖化ですとか、大気汚染ですとか、水の汚染ですとか、水の消費、そのようなものをある数字にして比較できるような形に示していくっていう方法です。ただ例えば水の汚染ですとか、風栄養化ですとか、オゾン層破壊ですとか、なかなか普通の人にはなかなか理解できない数字もいっぱいありますので、私たち市民レベルではやはり地球温暖化と、あとは水の消費量ですとか、土地の利用面積、あと土地の利用の変化面積、そういうようなぐらいが市民レベルでは、消費者レベルではで理解できるかなというふうに思います。土地の利用面積っていうのは、例えばどんなものが関係があるんでしょうか。いい質問ですね。今レジ袋が有料化されましたよね。はい、それで確かバイオプラが 25% ですか、バイオプラが 25% のものは無料でもいいということになってるんですけれども、皆さんバイオプラってどうやってできるかってお分かりになってらっしゃるかなと思うんですが、原料は植物でできてますよね。例えばサトウキビだとかトウモロコシが原料になってプラスチックを作るんですが、この時はサトウキビやトウモロコシを栽培するための土地が必要になっています。これに対して普通のプラスチックっていうのは石油の井戸、油田から取ってきた石油で作るわけですから、もう一回井戸を掘ってしまえばそれ以上土地はいらないわけですね。食料用の土地を工業用の製品を作るための土地に変えなくてはいけないわけですから、土地の利用を食料、もしくはそこが生態系の居場所になっているかもしれないので、そういうような土地をどれだけ人間の利便性のために使うかっていうのを評価していて、土地を使いすぎているのではないかとか、本来であればここで CO2 を吸収する、生物多様性を保つ、そういうような土地を、消費しすぎてるんではないかというような評価をすることができます。植物性のプラスチックっていうのは
植物を育てる水が必要なので、うん、これも水の消費を増大を招くんですけれども、うんうん、水の消費が問題になっているところではそれも評価して、うん、水を使いすぎていないかということを検討しなくちゃいけない。面白いですね。そうするとその商品ワンポイントでこう見るのではなくて、ものすごく広い視野で環境のことを考えることになりますよね。そうですね。これが非常に分かりにくくて、例えばかなりもう地球温暖化に関しては皆さん聞いたことがある、少なくとも聞いたことがあるっていう方も多いと思いますし、あとはゴミ問題に関してはゴミが増えるとか減るとか、そういうことは見た目でわかるので、うん、割と簡単に理解できると思うんですけれども、うん、その物を作るところの上流っていうんですかね、うん、原料のところ、うん、それから捨てた後の最終的にどう処分するかっていうところはなかなか見えてこないんで、うん、そこをどうにかその数値化して、うん、例えばペットボトルを使うよりもマイボトルを使う方がこれだけいいんだろうとか、うん、今回レジ袋を減らして、うん、マイバッグを持っていく方がいいのかなっていうのをその LCA という方法で、うん、数値化してどっちがいいんでしょうっていうのを比べられるようにするっていう、そういうような、まあ、人間の英知なんですね。マイさんはレジ袋ってどれくらい売って、まあ、燃やす燃やしてる時に燃やすのにどれくらい CO2 が出るかってご存知ですか？1枚、どのぐらい？だいたい2グラムから3グラム。あ、そうなんですか。1枚燃やすのに2グラムも出てきちゃう CO2 が。だいたいレジ袋の重さ1に対して作って燃やしてしまうまでにだいたいその5倍ぐらい。あ、5倍ぐらい。はい、5倍ぐらいの CO2 が出ると思っていれば大体大丈夫です。やっぱり数字で聞くとちょっとズキってきますね。そうですね。でも多くの人が、私もそうなんですけれども、皆さんそのレジ袋ってそのまま捨てたりしないし、で、ゴミの日にゴミ入れて捨ててませんか？はい、ゴミ、生ゴミとか入れて捨てたりしてました。捨ててますよね。だから、レジ袋が有料化になったからって言って、そのマイバッグを持ってってレジ袋をもらってこないとすると、代わりにゴミ袋を買わなくちゃいけないわけですよね。そうですね、だからもしレジ袋を使わなくて今お話しした CO2 排出量がなくなっちゃったとしても、今度ゴミ袋をやっぱり使うからその分はどうしても出ちゃうんです。なので LCA を考えるときには、そのレジ袋の問題はそのレジ袋が最後にどうなるかそのまま捨てるんじゃなくて、おそらく人間はそれを何かに使うだろうというところも考えて、そのシステムをそこまで入れて考えるんです。だからレジ袋をダメよじゃなくて、レジ袋はこういうふうに使うとここまでの CO2 を増やすけれども減らしますというところまで考えるという形になるわけですね。そういう考え方をすると今度マイバッグっていうものをない場合はレジ袋を使わない生活ができないので、じゃあマイバッグってどれだけ CO2 が出るんでしょうっていうところまで考えなくちゃいけないですね。例えばマイバッグがレジ袋よりも5倍重いプラスチックでできてたとします、そうするとそれを1回で捨てちゃったら5倍の量の CO2 が出ちゃうんだけれども、マイバッグはそんなことはしないで繰り返し使うので、多分 CO2 がたくさん出るっていうことはなくて、まあ、20回使うとすると5倍の20分の1だから、もっと CO2 排出量は減らすことはできる。ですからやっぱりマイバッグを使う方がいいかもしれない、で、ゴミ袋が、レジ袋が減ってゴミ袋を増やしたマイバッグを使うと、その3つを全部トータルしてもレジ袋を有料化する方がいいのかもしれないっていうふうに考えていくわけです、でまたその後次に考えなきゃいけないのは、じゃあマイバッグって洗うのかな、洗わないのかなって考えていくと、マイバッグを洗う時の CO2 排出量っていうのをまた考慮しなくちゃいけない CO2 排出量になって、水を使って洗剤を使って洗濯機を使ったら電気を使うっていうところもまた考えていかなきゃいけない。そうですね、はい、考えなくてはいけないところがいろいろ出てくるんですけれども、
正確にするためにはそこまで全て考えて、一番いい方法はどういう方法かっていうことを見つけていくっていうことなんですね。その計算にはあのメーカーさんのその技術っていうんですか、その計算方法というか メーカーさんが計算するでしょうか。そうですね、あのそれぞれ作ってるメーカーさんが自分で計算するっていうのが一番いいんですけれども、なかなかそういう手間はかけられないので、今一般的にされている方法は、例えばあのプラスチックでしたら、プラスチックの標準的な数字っていうものを ISO という国の機関が作っているので、その国の機関が作っている数字を使って日本の平均的なプラスチックの CO2 排出量ですとか水の消費量っていうのを計算できるようになってます。なるほど、はい、あと電力量に関しては各電力会社がそれぞれ自分たちで数字を作っている、その会社ごとに作っているので、それを使うこともできます。いろいろなそのすでにあるデータを使って計算することができるので、その専用のデータベースを使って、私たちのような事業者が計算するということができるようになっているんですね。そうですよね、もう地球温暖化もう本当待ったなしって言われてますので、やっぱりそういう、 もう細かく分析して、なんとなくイメージじゃなくてね、数値で分析していくっていうの大事ですよね。はい、ただどれもこれも計算するっていうことはなかなか追いつかないので、それを見て例えば消費者が何かを選ぶときに、こういうものを使った方がいいのかどうなのかっていうのになかなか判断はできないんですけれども、私たち その NPO がいつも環境教育を学校にしに行くんですけれども、その時にその生徒さんたちに一番言いたいメッセージは、自分たちの知らないところで、環境に負荷がかかってるっていうことをいつも忘れないようにしましょうっていうことが私たちのメッセージなんですね。ですから先ほど言ったように、その隠れたところでもしかしたら環境影響があるかもしれない、植物を使ったらもっと石油を使うよりいいだろうっていうことじゃダメで、植物を使うっていうことはそれを作るためにいろんなものを使わなくちゃいけない、エネルギーも使わなくちゃいけないし、土地も使わなくてはいけないし、水も使わなくてはいけないっていう、そこまでをやはり一回考えてみて、もう自分が選べるものはそんなにはないんですけれども、そういう環境をなるべく環境への影響を減らすように、物を大切にするですとか、エネルギー消費を減らすですとか、そういうことを考えてもらいたいなと思っているんです。平山さんはその環境、こういうことを環境教育として学校に授業に行ってらっしゃるんですね。そうなんです、私たち そもそも NPO ができたのは、横浜国立大学の研究の中で、私が研究していた時の、環境教育をした時に、それがどれだけその環境教育を受けた生徒さんたち の環境意識や環境行動のに影響するかっていうのを、研究するっていう、そんなテーマがあったんですね。でその時に、結局環境教育を受けた生徒さんに意識が変わるっていうような効果があったので、じゃあこの方法、環境教育のプログラムをいろんな学校に広めようということで NPO を作ったんです。なかなか学校で教えてもらえないので、本当にね、こういう環境のプロが直々にね、生徒さんたちに教えることができるっていうのは本当に子どもたちの心に響くと思います。そうなるといいなと思ってまして、いろんな切り口で、地球温暖化ですとかエネルギー問題ですとかっていうのを教育の中でいろんな方法で生徒さんに伝えてるんですけれども、で今ちょっと人気なのが、カレーライスと温暖化っていうテーマなんですね。はい、もうカレーね、皆さん食べますもんね、もう、そうですね、でカレーライスって、どこで CO2 が出ると思います？カレーライスの一生、まずカレーライスの一生って どうなんでしょう、まず材料を輸入とか、じゃがいもとか作って、作るときにまたね、機械も使いますしね、はい、材料があって、今度それを調理して調理するときそうですね、エネルギー使います、
はい、エネルギーを使うし、あとあの食材っていうのは必ず何かに包まれているので、うんうんうん、あの 紙にも包まれてるし、プラスチックも包まれてますし、それも廃棄しなくてはいけないですよね、うんうんうん、であの食材そのものも皮を剥かなきゃいけないし、うん、肉は肉でできてるんじゃなくて骨や皮を捨てなくちゃいけないわけですよね、うんうん、調理をするだの食器洗うだの水も使うし、うんうん、エネルギーもガスも使うし電気も使うし、うんうん、ですよね、うん、結局そのカレーの一種っていうのは作って食べて洗って捨てる、うん、こういうのがその LCA のライフサイクルなんですけれども、うん、これで、カレーが1食分1人分のカレーが、大体 400g なのかな、うんうん、400g で、CO2 排出量どれぐらいになると思います？まだ5倍ぐらいになっちゃうのかな。そんなことはならなかったです、大丈夫です、うん、大体ですから500から600、はい、そうですか、グラムぐらいですね、うん、はい、この時にカレーの一生っていうのがまずとっても面白いですよね。面白いです。もう、うん、あのなんかこ、生徒さんもカレーは食べるけど一生は考えたことないっていうふうになるんですけれども、そんな話をあの1時間から1時間ぐらいしながら、地球温暖化と私たちの生活とどういうふうにつながってるかっていうのを皆さんに考えていただく時間を作ってます。面白いですね。質問なんですけれども、カレーの一生の中で、材料を作る、それから調理をする、後片付けをする、この中でどこが一番地球温暖化に関係するか、 CO2 排出量が多いか、どこが一番多いと思います？あの運搬、その産地からスーパーへの運搬ですかね。違う、例えばですね、材料を作るところなんです。あ、農業をやってるところがですか？そうなんです。なんか意外ですね。そうなんです、カレーの場合はお肉を使いますよね、はい、ベジタリアンのカレーももちろんありますけれども、今お肉を使っている、お肉と野菜が入っているから標準的なカレーを考えると、お肉を作るっていうことは非常に温暖化に関係するんですけれども、実は CO2 を排出するというよりは、ただのしたのが成長する時の、ゲップとか排出物、ここから出る、一酸化二窒素っていう、ガスが出るんですけれども、はい、こういうような動物が生きている時の出てくる気体、これが地球温暖化にすごく関係するんですね。小泉環境大臣がアメリカでお肉食べてすごく批判があって、そんなに影響あるのかなと思ったんですけど、やっぱりそんだけ影響あるんですか？そうなんです。なので、昔からベジタリアンもいましたけど、最近は地球環境を考えて、ビーガンっていう非常にストリクトなベジタリアンになる方もいらっしゃいますけれども、やはり肉をたくさん食べるっていうことは、かなりそういう考え方でいくと、かなり地球環境に影響をしてしまうことにはなるんですね。でもここでもう一つ考えなくちゃいけないのは、だからって本当にベジタリアンになればいいのっていうことなんですけれども、やはりそこはバランスで、健康にも気をつけましょう、あと経済にも気をつけましょう、そして環境にも気をつけましょうっていう、そのバランスの落としどころを考えなくちゃいけないんで、食べて体を整える、栄養をつけるっていうことは、それは維持しなくちゃいけない人間の生活なので、それを保ちながらどこまで、無駄のない環境への影響を削減できる、そういう生活の落としどころを探していくっていう、答えのない解をつけていくっていうことをしていかなくちゃいけないんですね。今ね、リスナーさんもちょっと目が覚めたっていうか、ああそういうことまで考えていかないとね、いけないんですね。そうですね、だから答えはなかなか見つからないんですけれども、考えるっていうことがすごく大切で、今目の前にある
そのここから選ばなきゃいけないっていうものの中から最適なものをとにかく知恵を出して選ぶっていう、そういうようなことをこれから人間はしていかなくちゃいけないんだなっていうふうに思いますね。ね、本当に牛さんや豚さんが地球温暖化に深く関係あるんだったら、それこそまあ商品となっているものはやっぱり無駄なく大切に消費していかなきゃいけないし。その通りだと思います。へー、すごい面白い、ありがとうございます。なんか平山さん、すごくなんていうか、あの極端な考えじゃなくてすごくバランスの取れたお話で、すごい興味深いです。こちらの横浜 LCA 環境教育研究会様はホームページなどはありますでしょうか。はい、ホームページがありまして、そこの中にあの LCA に関する、サイトがありますので、そこで、簡単なあの LCA に関しての簡単なスライドを置いてありますから、それを見ていただくことができます。はい、今日ね、あの番組聞いてくださった皆さん、ぜひね、ぜひですね、横浜 LCA 環境教育研究会様のホームページぜひご覧になって、またね知識を深めていただきたいと思います。今日ちょっとお時間が短くてごめんなさい、なんかあっという間に時間が過ぎてしまったんですけれども、これからのご活躍を応援しております。はい、ありがとうございます。今日は横浜 LCA 環境教育研究会理事長の平山芳恵さんにお話を伺いました。平山さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、横浜 LCA 環境教育研究会の平山さんのお話いかがでしたでしょうか。こちらの活動は平成30年度第15回 LCA 日本フォーラム表彰にて奨励賞を受賞されたんですよ。おめでとうございます。こちらは日本 LCA フォーラムが主催していまして、LCA に関わる優れた取り組みを検証しています。こちらの活動が LCA と環境教育の普及活動で大変高く評価されたということなんですよ。素晴らしいですよね。さて、こちら川崎市でもですね、で、CO2 二酸化炭素川崎ブランドというものがあります。で、CO2 川崎ブランドも LCA という考え方で評価をしていまして、製品のライフサイクルですね。川崎市には物を作る企業様とかたくさんありますので、原料を調達してから、その製品が廃棄もしくはリサイクルされるまでの、その製品のライフサイクルの中で、二酸化炭素の排出量をどのくらい削減しているのか、ということを数値化するんですね。原料を調達して、生産して、流通して、販売して、使用して、廃棄またリサイクル。この製品の一生ですね、ライフサイクルの中で、各工程の二酸化炭素排出量を計算するんです。そうしますと、ある工程が、まあ、川崎市内で二酸化炭素を多く発生したとしていても、他の過程で二酸化炭素を削減していれば、ライフサイクル全体で二酸化炭素を削減していれば、で、CO2 川崎ブランドで認定できるということで、その川崎市だけでなく、製品の一生全体で考えているっていう考え方を取り入れてんですよね。ですから、LCA という考え方は、先ほどカレーライスというお話が出ましたけれども、そういう私たちの食卓で大変身近なところから企業様が取り組んでいるもの、また行政が取り組んでいるもの、本当に多くの分野で使われている考え方なんですよね。私も昔、割り箸、もう15年ぐらい前になりますけれどもね、割り箸じゃなくてマイ箸を持とうなんていう時がありまして、割り箸を使わないで、前箸。でも前箸プラスチックだと、プラスチックの箸を作るのに石油を使ってるよね。プラスチックの箸だから水で洗うよね。もしくはティッシュで拭き取ったとしても、ティッシュ何枚使うのとかね。どっちがいいのかななんて話をした覚えがあるんですけれども、最近は外食に行っても割り箸ではなくてね、繰り返して使える箸を利用しているお店が増えたり、また割り箸でも間伐材を使っていたりとかね、少しずつまたね、地球に優しい方にシフトしているような感じがしますよね。皆さんも毎日の生活の中で、この LCA のことを意識しながら、皆さん
もチャレンジしてみてくださいね。皆さんも考えてみてみましょう。ということで、あっという間にね、時間が経ってきてしまいました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。マイハドリお便りで検索してメールで送ってくださいね。引き続き川崎 FM でお楽しみください。ということで、ご昭和です。来週もトゥーザネイチャー、来週も自然の中でお会いしましょう。